今日のゲストの高岡早紀さんですけれども、はいはい、結婚できるでしょうか。まだ16歳なんですか。16歳ね。今日は土地分譲の形式でですね、はい、結婚のことについて述べてみたいと。先生あまり難しく言わないでください。だから土地分譲ですか。はい、一期、分譲、二期分譲、三期分譲ってありますよね。ああ、ありますね。ああいうふうにですね、はい、第一期、第二期、第三期、第四期と、もう四期でもほとんどもう別荘地も売り切れという状態でございまして、はい、まあですから、22歳というのが第一期の結婚運の開花する時でございまして、はい、ですからまあ第一期が22歳、24歳が第二期、26歳が第3期、29歳が第4期と、うん、はい、最初の方はお値段が安定するかしないか分からないんで、第2期ぐらいがなかなかよろしいんじゃないかと。第2期分譲24歳。そう、大体第2期分譲24歳が大吉ですね。あとになるともう残り物のね、土地になってしまうんで、最初は様子をご覧になるという程度で、ですからその第2期24歳が大吉です、うん。あ、そうですか。はい、26歳が中吉と、で22と29が小吉と、みんな吉の中でございますんでね。あ、今日はありません。いいわね。結婚した方がいいですかね、やっぱり。いや、まあそらそういうことはしませんよね。いや、したくないという人はそれでもいいですよ。うん、それ40代でね、はい、何かの大御所になると、2つのことで大御所になれるんですよ。私ですか。そうです。じゃ、例えば今ずっとバレエをやってますから、その踊りの道だとか、うん、まあね、例えばですけどね。そうです。うん、それともう一つは何か、まあ一つクエスチョンにしておきますね。22、23からそれ出てきますから、その二つのことで、ああ、それに関してはあの人は大したもんだっていうことでしてね、うん、ですからそういう道がありますので、うん、結婚して時間とか労力エネルギーをそっちの方に行くと、はい、うん、その大御所になれる素養があるのがね、うん、問題じゃないのかなっていうことがどっかでこう感じてらっしゃるから、結婚した方がいいのかななんていうことが出るのかもしれないですね。あの、結婚した方がいいんでしょうかというご質問が出るぐらいですから、うん、ご本人としてはどっちでもいいぐらいなんですか。どっちでもいいんですよ、本当に。まだね、うん、なんか絶対結婚したいとか、うん、絶対結婚したくないとか思ってないから、うん、まだどっちがね、いいのかもわからないから。そうね、うん、そうだから24ぐらいでね、うん、ですから23ぐらいで自分自身がこう固まってきますから、結婚観というものが、それから会う人をピシッと選んだ方がいいということですね。お誘いは絶えずあるかもしれませんけどね、まあ、ないと寂しいから世の中。そうですね。それであなたは18歳で大開運ですよ、はい、18歳で、あらっと2年ですね。そう、大開運、まあ、そういう靴を履くという意味じゃありませんけど、大開運という靴じゃありませんよ。大会、今はまあ中海運、小海運ですよね。ぼちぼちその大海運に向かってこの花びらが大きく咲き始める頃ですけどね、はい、4月、今年の4月ぐらいから咲き始めるっていると思いますけどね、はい、8月ぐらいからもっとバッと開き、それがある程度開いて、はい、9月からちょっと中休みして、うん、まあちょっとだれて、うん、それでまあ、 あの年末からまたこうぐっと追い上げていきますよ、うん、まあ、それで今年そういうふうな助走があって、はい、ちょっと中開きになって、中開運になって、はい、それから18歳の秋ぐらいから大開運。へえ、いいわね。嬉しいですね。それで23、その大開運から23歳までの間にいろんなことを見たり聞いたり考えたりして、自分自身がこう固まっていくんですよね。先生、ちょっと質問なんですけれども、あの、皆さんもね、よく いろいろな占いで来年はいい年になりますよ、うん、再来年はいい年になりますよって言われることがあると思うんですね。そういう場合、なんかどのようにその大開運に向かって立ち向かったらいいのかと、私ちょっと心配なんですけど。それはね、簡単ですよ、はい、未来は素晴らしいんだと思ったらね、ええ、今も良くなるし、ええ、未来のどうってことないのに良くなるよりも、ええ、それは数倍良くなりますよ。その良くなるんだという思いとエネルギーと、ええ、霊界の広がりに対して、ええ、ご守護霊さんが応援しますから。じゃあ、あの、
本当にいいのかしらとか疑うよりも間違いなく運が開けるんだとこう確信してよろしいんですね。そう、そうそう、あら、その方がいいですよ。だから今やってることは必ず未来に役に立つ、今練習してることは必ず将来に開花するんだと思うと、今努力してることがね身が入るし楽しいでしょ。そうですね、今やってることは4年目に全部ダメになりますよというとこの努力もダメかと思うとねラーメン食べても美味しくないよ。じゃあさきちゃんは、2年後の大開運に向かってね絶対素晴らしいことがあるんだわと確信してもいいわけですね。40代にね、はい、何あの2つの道で大御所になれるんですから、はい、それだけの潜在能力持ってます。なるほどね。へ、何でもいい方にいい方に考えていったらいいですよ。全ての物事はそう考えた方がいいですよ。はい、うん、皆さんもぜひそういうふうにいいようにいいように考えていただきたいと思いますね。はい、先生ありがとうございました。さきちゃんいかがでしたか。そういう占いの結果が出ましたが、そうですね、なんかすごく、うん、なんか嬉しくなっちゃったねえ2年後は大開運だそうですからきっといいことがあるぞと確信して、ね、いいことがあるといいな、ね、お仕事にも身が入りますね。はい、本当に身が入っちゃう、うん、ねえ、うん、さて今後の活躍皆さん期待してると思うんですけれども、すごいわね、今度写真集も出るんですよね。そうなんです、私のファースト写真集で、そうピルエット&ディオールっていうんです、うん。